どうも、なにわ昇龍会でーす。はい、今回は何賞緊急ドラフト会議でございます。やっぱ緊急も緊急になりますよね。そうですよ。見ました？0-16 ことない。あんな試合が、しかも3、ね、3連戦、神宮3連戦で1点も取れない。あんな狭いと言われてる神宮で、ね、ホームランはおるか、犠牲フライの1本も出ないと。これはちょっと問題ですよ。0-16ですよ。市外局番ですよ、ね。いや、そうなら今後ね、あんな試合を見たくないということで、はい、まあ、急遽スケジュールの空いてるこの3人が、はい、わずかな可能性を信じて、はい、ドラゴンズに届けと、はい、いうことで今この動画を撮っております。我々がね、おすすめする選手を今から1人ずつこう紹介していって、はいはい、もし万が一中日のドラフト関係者がね、この動画を見てくれてたら、はい、ぜひともこの選手を取ってほしいな。なるほど。もうあれですね、でももう0-16見た後なんで、今回は野手と野手編です、ね、はい、行かせていただきましょう。これ別に何も示し合わせてなく全員がちゃんとパッと今見たら全員ちゃんと野手でした。はい、これ見てる方もきっと野手やと思います。はい、なので我々のおすすめの選手を紹介していきたいと思います。はい、じゃあ龍の切り込み特攻隊長のケバン丸、はい、行きましょう。じゃあ行きましょう。何も言ってくれんからね。もうね、このくだりを1年やってますから、もういいかなっていう、ツッコむのはもういいかなっていうことで、はいはい、それでは私ケバン丸が、おすすめしたいドラフト選手はこちらです。安田祐馬選手です。はい、いいですよ、素晴らしい、さすがケボンマル、ね、もう新聞で見ましたね、はい、青ゴジラと。青ゴジラ、私の記憶が正しければ、はい、もう青ゴジラいるんですよ、ね、もうどういうことなんだっていうんですけど、ね、福田さんがね、はい、一応福田さん、福田さんがいるはずなのに、はい、そしてそのさらに前には、はい、井上和樹さんも、ね、ああそうでしたね、あの島さんが赤ゴジラと言われてた、はい、懐かしい、はい、そのうちも、うちにもいるぜ、青ゴジラ。お前ら見た目で選んでなんか。でもこれはドラゴンズブルーを着る前から言われてる、はい、青ゴジラ、ね、そうですね。三代目青ゴジラも、まあ、見た目で青ゴジラって言われてるらしいんですけど、まあ、顔の感じがあの松井秀喜さんに出てて、高校時代にユニフォームが青色のカラーということで青ゴジラっていう感じなんですけど、ね、まあ、ポジションで言ったらね、捕手らしいです。うん、星野選手、うん、まあドラゴンズ、潤沢潤沢ですけど、そうトレードで加藤さんが出ていくぐらい、はい、まあ、そうですよ、星野は今、ね、その前にはもう松井さんの、ね、ね、トレード出せるくらい余裕ある余裕だった球団ですけど も、 もう新聞の記事に、はい、もう青ゴジラの横にもうそれに並ぶくらいでっかい時代に、はい、外野も守れるって書いてあったんですよ。いや、その信頼独人やないやから。なんでしょう、こう記者もドラゴンズのウィークポイントが分かってるというか、まあね、はい、だから捕手をバンってデカデカとか出ちゃうと、はい、いや捕手はいらん取らねえだろドラゴンズって言われるから、外野もできる、でも実際そうなんですよね、実際そうなんですよ、まあ、かといってキャッチャーがじゃあ二流なのかってわけでもなくて、まあ、セカンドの投球タイムは 1.9 秒、はい、まあ優秀と。でしかもなんかこれ女かどうかわかんないんですけど、調べてたらピッチャーやってたこともあるらしくて、はい、その時の最速が150だった、まあ、鬼強肩らしいんですよ、素晴らしいです、はい、もう打ってもあの我々が赤領地と言ってる、ああそうね、はい、カープの栗林投手からホームラン打ったこともあるから、すげえ、大化けも、はい、左のスライダー、そう、しかも、はい、キャッチャーは別に本職じゃないのよ、ああ見たいですね、そう言うたら中学校時代キャッチャーやってて、あらしいですね、そっからピッチャーとか多分外野手を経て、はい、大学の4年でもう1回キャッチャーやってて、ですよね、昔あの DeNA 暗黒時代であのノリさん、中村ノリ、捕手起用だっていうだな、ああいう思い出させる選手ですけど、うん、まあもう打っては 130m 飛ばす選手らしいですし、うん、まあ
強肩、うん、で智弁学園出身、須磨翔平、須磨翔平と出身と、いや一つでも引っかかるよな、須磨翔平っていうのは、はい、ご存知、須磨翔平、はい、まあ統廃合により、はい、須磨翔平になったんですけど、はい、その前の学校名が、はい、神戸西高校、あ、神戸西高校、はい、はい、誰が出身ですか、ごめんなさい、それはちょっともうマイナスのイメージ福投手もそうなんです、はい、福投手、はい、はい、もう唯一のプラス要素です、そうです、ね、福投手をかき消すぐらいやっぱり松尾ユニアンタの出身校というのは非常にマイナスイメージだと、だからそこだけが唯一引っかかりますかね、それ以外は完璧な選手、完璧な選手です、ぜひ、はい、ドラゴンズに来てほしい選手です、はい、手間丸から以上です、じゃあ次、私タツがおすすめする、ドラフト注目選手はこの方です、吉野創士選手です、あ、出ました、はい、この選手もね、いいんですよ、まあ外野手で右投げ右打ち、はい、これカッコ翔平っていう、これ別にあの河合優、河合進さんが言うなりみたいなことではなく、翔平高校、はい、キングダムのキャラクターでもないです、翔平くんでもないですでもないです、はい、翔平高校、まだここの学校からプロに行った人がいなくて、そうなんですか、まあこの選手が第1号になるだろう、ほぼ確実になると、だって結構吉野選手注目されてますもんね、そう、へえ、もう何がすごいって、ね、各スカウトとか高校野球のファンの方たちが、まあ現役選手とか過去の選手によく例えるじゃない、この選手はこの人タイプ、ああ、はいはいはい、それで出てくる名前がね、今や現役やともう鈴木誠也さん、もう鈴木誠也さんが一番多かった、ああ、はい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 、もうバランスの取れた超大型外野手で、うわっと思ったのがソフトバンク、元ソフトバンク元西武の秋山さん、はい、ああ、なるほど、秋山元監督、あの人の現役時代に将来的にはなれるんじゃないかと言ったら、身体能力が高くて肩強くて足速くて長距離長打力のある右打ちの外野手、完璧じゃないですか、完璧です、しかもやっぱりこれ高校通算も50本超えてるんですよ、ちゃんと打ってるんですけど、はい、使うとかいうのはバットのしならせ方が転生のものだと、わかる、無知しか聞いたことないそう、ムチのようにバットをしならせてホームランを打つ、だからすごく強いスイングなの、はい、すごいスイングで振り切るのが持ち味やねんけど、そこまで力感がないというか、ああ、なるほど、それはバットコントロールがうまい、バットコントロールがうまい、バットの使い方がうまい、ああなるほどなるほど、でもうみんな木製でも打てるっていう、はあ、なるほど、これ高校生ですけども、僕はちょっと即戦力もあるんじゃないかな、やっぱ木製バットで打てるかどうかっていうところをまずプロは見ますからね、なるほど、で動画見ました、で今年の春のキャンプから僕はある一点だけずっと注目して野手を見てるんです、はい、それが立浪コーチの言ってた、一回トップを作ってから無駄な動きがあると振り遅れる、京田さん、根尾さん、はいはい、みんなその指導を受けました、そこを注目したらね、トップから一直線、この子はもうすでに打撃に関しては出来上がりつつある、さらに伸びしろ、いいっすね、で、これケバス、はい、同胞です、この選手、卵アンケンです、牛玉ですかカモメ玉です、カモ玉シバロッテジュニアでプレーをされてたと、再教育が必要ですねこのカモ玉の吉野創士さん、はい、まあひょっとしたら上位で指名してくる球団もあるかもしれないので、まあそうですね、例えば、今ドラフト1位要注目とされてる
3選手、はい、大卒の3選手が取れなかった場合であったり、はい、高卒の野手の坂口さんが取れなかった場合、めちゃめちゃ上の順でこの選手行ってもいいんじゃないかなと。そこを4選手取れへんかったら今年はドラフト一気に苦しくなりますけどでもこの子取れれば9選手になる。なるほど、僕は信じております。はい、はい、2つのおすすめ選手は吉野総司さんでした。ありがとうございます。はい、続いて久保が、ドラフトで選んだ選手を紹介していきたいと思います。はい、はい、はい、こちらです。まさき智也選手です。いや、まあ、いや、いいと思うよ。いいですよ、だってもうゴリゴリやもん。はい、新聞見てた、ね、超ドライチやね、うん、もう今さら久保君に教えてもらうことはないと思うんだけど、ね、もう俺ら趣味まで知ってるよ選手は。もちろん皆さんご存知でございます、はい、まさき選手でございますが、はい、うん、この方は、大学通算61試合で、はい、2割9分9厘、うち、ん、ホームランは10本打っております、うん、そして打点は43打点、うん、この選手がもしプロの世界で活躍するとしたら、1年目で、はい、ホームラン20本近く打つんじゃないですか。疲れてる。まあそれは打つのかもしれないし、はい、打ちますし、いや打てる力はあると思う。ありますよね。しかも打率多分2割6分以上打てますよ。そのまあその打てやその力はあると思いますよ。ない、俺らも批判させようとする。お前そういうつもりか、俺らは悪者にしようとしてる。違いますよ、それは言い過ぎだよ、久保君って言わせたかったから。じゃあ3割5分とか言ってくれたら、すいません、俺らまさきさんの家臣やぞ。もう来ると思ってるから。先生、まさきさんは、うん、一塁到達タイムも4.5 秒ということで、足早い。そうなんですよ、足も速いので、足速くてホームランも打てる、うん、バッター、しかも外野手、うん、やっぱり中日が一番欲しいポジションですよね、うん、なので、そうです、なので、まあ、ドラ1、ほぼドラ1候補であります、まさき投手、まさき選手、うん、もうダメだ。まさき選手、僕は注目しております。はい、いや、もう本当にこの選手、俺は多分今ドラゴンズでね注目されてるドラ1候補って、うん、野手って言ったら、まあ正木さん、うん、でブライトさん、はい、で鵜飼さん、この3人や、はい、これは絶対に1巡目指名はここ正木さんで行くべきやと。正木さんですよね、うん、なんかやっぱ平凡のユニフォームってめっちゃスパース感じが分かります。かっこいいですよね。かっこいいよな。ほんで外野手スラッガーいいっすよね。吉野さんじゃなくて、あーほんまにそうですね、うん、なんか普通して明治から投手されてるってことなんですね。いいな。巨人に行くんじゃん、それ。アットエンドですかね。やっぱりそうやな。今日はもう一回やって。はい。みたいな。グラム試合。はい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 。こうなってこうでしょ。はい、ね、ほんまにこのミスすんの誰と誰？ニャンタさんと僕や。すいません。ね、わかるでしょ。大体こうでしょ。こうできるか。こうできるか、こうやって。こうするもんやから。こうやったらまあ。それじゃあ、ちょっとここ話してみろ。はい、演技でもないか、全部ないか。すいません。どうだ、参りましょうか。はい、ということで、はい、何しろ緊急特番、ドラフト会議でございます。緊急特番だろ。何しろ緊急ドラフト会議でございました。ペラペラすんなよお前。ぜひ皆さんもこの3選手のドラフトの行方に注目して、A ドラフト会議お楽しみください。バイバイ。ドラゴンズ、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 ドラゴンズ。